今回の車豆知識はオートギアシフトのデメリットについての話をしていきたいと思うの。マニュアルをそのままオートマにすると問題ってやはり起きるの？マニュアルではクラッチを切って変速して次にクラッチをつなぐまでの間にエンジンの駆動力がコンマ数秒間途切れ、加速中に一瞬推進力がなくなるトルク抜けが発生するけど、マニュアル車の場合は自分で変速するので身構えることができなれるものの、自動マニュアルの場合は予期せぬタイミングで変速が起きるので、それをギクシャク感、ショックとして感じてしまうらしいの。マニュアルをそのまま自動化しているからね。特にストップアンドゴーや低速走行が多く渋滞も多い日本ではそういうのが目立ち、それなら軽乗用車には CVT、 軽商用車にはトルコン式オートマもしくはマニュアルでよくねな感じで、現在は採用が少ないとされているものの、スズキのハイブリッドではなぜか採用されている例もあるけど、続きはまた今度。それでは本編。可愛い系ながらもシンプルに仕上がったダイハツのカジュアル系軽乗用車ミラトコット。しかしこの頃になってくると軽自動車を選ぶユーザーに大きな変化が起こっており、2018年の軽自動車販売ランキングでは1位がホンダの Nボックス、 2位はスズキのスペーシア、3位がダイハツのタントと、アッパートールワゴンの販売が好調になってきたの。それはやばいじゃん。ミライースも含めてミラシリーズも6位と確かに好調とはなっていたものの、そんなミラシリーズも111,757台に対し、タントは142,250台と、ダイハツにもアッパートールの軽の人気好調の流れが現れていたの。確かにタントの方が売り上げは上がっているもんね。さらに言えばミラトコット発売時にはもうすでに似たようなキャラクターを持つムーブキャンバスもあり、こちらも近年の女性の行動特性に着目し、幅広い世代で使いやすい軽自動車を目指し、おおらかでシンプルな丸みのあるシルエットとこだわりを感じる内外装デザイン、スタンダードトールクラス発の両側スライドドア採用による新しいパッケージングと新発想のレイアウト、お気楽ボックス、ステアリング連動ヘッドランプ、パノラマモニターなど、幅広い世代の使いやすさを考えた新アイテムの採用などといったように、キャンバスは可愛らしいデザインと優れた利便性を兼ね備えた車となっていたの。本気度が違うのだ。スライドドアの採用、そして便利機能の追加にもかかわらず、価格も2018年9月の一部改良でも125,2800円からと案外バリュープライスな上に、燃費も JC08 モードでリッター 28.6kg と必要十分な数値なため、基本性能の充実が中心となった近年においてはちょうどいい車だと思うの。あれ、ミラトコットって必要だった？ただトコットの存在が必要だったのも事実。しかしトコットのデザインはシンプルさを追求した結果、ミラココアほどの特徴のある感じではなくなってきたことから、かえって特徴といえる特徴もなく、気兼ねなく言うなら地味なデザインと思われてしまうようになったため、発売から5年で販売終了となり、ミラシリーズは再びイースのみに一本化されたほか、キャラクターに関しては2代目となったムーブキャンバスに明け渡すこととなったの。ただ販売終了のタイミングから1週間半ぐらい後にあれが始まってたよね。そう、2023年といえば6月からロッキーイースマートハイブリッドから始まったダイハツの認証申請不正問題、12月20日にはそれ以外にも対象車種が広がり、その中にはミライースとムーブキャンバスも含まれているの。イースとキャンバスまで広がったらとんだとばっちりじゃん。その話はまた後の機会に。